布ナプキンとか、はい、そういうのがすごい流行ったりしたけど、それをアメリカの友達に話したらもうありえないみたいな。高校時代の同級生とかから、あ、なんかすごい面白そう、見てみたいという声がすごいたくさん届いたので、いや本当にあのタイトルが生理ちゃんということもあって、あのでもこう女性も男性も本当に半々ぐらいいただけて、ね、とても嬉しく思います。やっぱり自分自身っていうよりはその周りの、自分が例えばこういう日だからちょっときついかもみたいに言った時とかの男性の反応とかは、やっぱりなんかちょっとなんかこう私の知らないぐらい昔とかに比べたらやっぱ全然違うのかなっていう最近の流れではあるのかなと。今回この生理ちゃんという作品に関わらせていただいて、結構その高校時代の同級生とかから、あ、なんかすごい面白そう、見てみたいという声がすごいたくさん届いたので、それはなんかこの映画がきっかけで、なんかよりなんか生理というものの捉え方というか、何ですかね、感じ方とかが変わっていくのかなっていうふうに思うと、なんかすごい嬉しいなって思いました。なんかでも国によってはあの独自の文化を発展させているところも多いですしね、あの日本だけあのいろいろこう、あの例えば布ナプキンとか、はい、そういうのがすごい流行ったりしたけど、それをアメリカの友達に話したらもうありえないみたいな、ナプキンが遅れてるみたいなことをあの言う子もいたりして、多分本当国によってあの全然そういう事情が違うと思うので、あの、ね、いろんな各国からこう女性がを集めてそういう話をしたりしても面白いかもしれないですね。いただいてます。せりちゃんも頑張って振ってくれてますね。はい、せりちゃんも振ってくれてます。